武器軟膏とは、傷薬の一種であり、また二生医療の一種。通常の軟膏と異なり、薬を傷口ではなく、傷をつけた武器の型に塗る。16世紀から17世紀にかけて、西欧の一部でその効能が信じられ、その作用基準について論争となった。当時は、武器軟膏以外の様々な二生医療が横行しており、その中には、治療どころか、 悪影響を及ぼす危険なものが含まれていた。そのため、武器軟膏は当時としては、比較的有効な治療方法であったと考えられている。武器で傷つけられた時、武器に武器軟膏を塗ることで、傷は回復するという。武器軟膏の原料は、傷を受けた人の血液を含む多くの成分、あるいは、傷を受けた人の血液そのものである。また、粉状の薬もあり、 共感の粉と呼ばれる。剣などの武器によって傷つけられたとき、この武器軟膏を傷を与えた武器に塗ることで、傷口が治癒する。武器ではなく、傷を受けた人の血液が付着した包帯に塗る場合も、ある。武器軟膏の効能は、武器と傷口が離れていても働く。パラケルスによれば、距離が20マイル離れていても効果があるという。応用的な使い方として、 共感の粉を用いた会場での経度の確認方法がある。この案は1687年に発表された。当時は会場で使える正確な時計が存在しなかったため、公開中に現地点での経度を知るのは困難であった。そこで考え出されたのが共感の粉を使った方法である。共感の粉による治療法には痛みが伴い、これを使った瞬間に、 患者はその痛みで飛び上がるという。そこで公開前にわざと犬を傷つけておいて、その傷口に包帯を当てる。そして、包帯だけを出発地点に残し、犬は公開に連れて行く。残った人が毎日決まった時間、例えば正午に教官の粉を包帯に振りかけることにすると、その瞬間に犬は飛び上がるから、会場にいる人は出発地点の時間を知ることができ。 そこから現在の経度を求めることができる。武器難膏が効く理由は古くから信じられていた動詞のものは引き付け合うという共感作用によって説明されていた。具体的には以下の通りである。地の中には正気が雇っている。そして武器についた血液の正気は空気によって元の体の血液と共感している。したがって武器に難膏を塗ることによって この難膏の成分が元の体へと伝わり、傷が回復する。武器難膏による理論を展開したロバート・フラット。例えば、ロバート・フラットは以下のイタリアの君主の例を挙げて、武器難膏の理論を裏付けようとした。とあるイタリア君主は戦闘の際、花を切り落とされてしまった。医師はこの花を元通りにすべく、まず奴隷の腕を傷つけ、傷口に切り落とされた花を押し当て、 腕と鼻が一体化するまで放置させるよう提言した。奴隷は、報酬と自由の身になれるという条件と引き換えに、これを引き受けた。趣味よく、腕と鼻は一体化したので、医師は腕の肉の一部ごと鼻を切り取り、元の鼻の形に成形してから、君主の顔に押し当て、鼻は元通りになった。ところがやがてこの奴隷がなくなると、その瞬間に、 君主の花は絵死し,してしまった。そのため再び花を切り落とし、今度は君主自身の腕を使って同じ治療を行ったところ、花は君主の島でその機能を保った。この事例は同じものを持っている二つの体はたとえ遠くに離れて、いようとも互いに影響を与えうることを意味している。同様に人の傷口と武器に付着した血液の間にも、 共感作用があるはずであるから、武器軟攻が効くのもなん不思議なことではないとフラットは考えた。このような離れたものの間に働くという武器軟攻の性質は磁力と共通している。実際、武器軟攻は磁力と深く関わっており、例えばダニエル・ゼンネルはこの治療は軟攻の実機的引力によってなされると述べている。そのため、 武器軟攻を用いた治療法はしばしば磁気治療と呼ばれた。フラットは後年、この考えをさらに発展させた。まずフラットは磁力を北西の極磁気と南西の赤道磁気に分類した。天然磁石にあるものは冷たい極磁気で、一方の赤道磁気は人間の体内などに存在する。そしてさらに人間の性器にも同じように冷たい。 北積極的性質と暖かい、南積極的性質があるという考えを適用して、人を傷つけた武器には、北積極的性質を持った正規が含まれているとした。一方で、武器南攻は新鮮な血液を原料としているため、南積極的性質を持つ。これを武器にかけることで、武器に含まれる北西の正規は徐々に消えていく。 それに伴って、傷ついた人も共感作用によって徐々に回復していくという考えである。そして、フラットは、この治療法を突き詰めれば、南性の性質を利用することによって、幾多の病が解消される。すなわち、これによって、水腫、胸膜炎、痛風、めまい、転換、フランス等、中部、ガン、老、不潔な海洋、腫瘍、不祥、ヘルニア、 獅子の切断、女性の月経型、月経過症及び不妊も、また熱病、消耗熱、萎縮症や獅子の消耗なども、この自然に存在している時期を用いる方法で癒され、うるのである。しかも、距離を置いて、何らの直接的接触なしに、この治療は可能なのである。と主張した。ディグビーが使用していた、共感の粉の正体ケネルムディグビーは、共感の粉を使って、 実際に治療を行った。ジェームス一世以来はその効果に感心したという。他にも実際に武器難攻によって傷が治ったという事例も報告されている。しかしながら現在では武器難攻の効果と言われていたものはすべて自然治癒力によるものだと考えられている。つまり当時は衛生観念に乏しかったため傷口に不衛生な薬を塗るよりは武器の型に塗って 傷口は戦場だけに留めておいた方が傷の治りが早かった場合がある。そのことが武器難攻が効いたと勘違いされる要因になったと考えられている。武器難攻を指示した極レニウス武器難攻に関する記述は古くはパラケルススの著書に見られる。そしてその考え方はパラケルススの弟子の間では認知されていた。この理論に対しては早くから アンドレアス・リバビウスによる批判があったが、16世紀中はこの理論が注目されることは少なかった。1608年、ルードルフ・ゲッケルは武器難攻の考えに賛同する論文を出版した。そしてこの論文がきっかけで武器難攻に関する言及が盛んになった。ゴクレニュースの考えでは武器難攻が効くのは魔術的なものではなく自然の要因だとするものであった。 イエズス会士のジャン・ロベルティはこれに反対し、これは自然ではなく、悪魔が関わっていると述べた。二人の論争は1615年から1622年にかけて7回にわたって続いた。1621年、ヤンファン・ヘルモントは、ロベルティからこの問題に関して意見を求められた。ヘルモントは、武器難航の効能は、純粋に自然的なものではないとゴクレネウスを批判し、 一方でロベルティのように、これを悪魔的とするのも間違いであると述べた。そして、武器難行の力は、善に対しても悪に対しても差別がない、魔術的力によって支えられていると論じた。しかしヘルモントによる武器難行の理論は、当時のスペイン教会とは合わなかった。そのためヘルモントは異端新聞書に告発され、1625年以降、自宅で、 軟禁状態で過ごすことを強いられた。ケネルム・ディグビー。武器軟高を広めたほか、錬金術の研究も行い、王立学会の会員でもあった。ケネルム・ディグビーは、1622年、フィレンツェにおいて、カルメル海の修道士に、武器軟高の治療法を教わった。そして、ディグビー自身もそれを実践することで、武器軟高を広めていった。本人の証言によれば、英国に、 初めて武器難攻の考えを広めたのはディグビーだという。アリストテレス主義者のウィリアム・ホスターは1631年、ホップロ・クリスマス・スポングス、すなわち、武器難攻を拭い去るためのスポンジと題する論文を発表し、武器難攻の支持者に対する批判を展開した。ホスターは、離れた場所にある物体に力が働くはずはないので、あるから、武器難攻には、自然とは、 異なる力が働いていると論じ、そのためこれは悪魔的で危険なものであるとした。ホスターが武器難攻支持者の中で特に目の敵にしたのが当時のイングランドで武器難攻を積極的に進めていたロバート・フラットだった。そのためホスターはこの論文の表題ページをフラット家の扉に釘で二葉を打ち付けさせた。同年フラットは フラット博士のフォスター氏に対する反論、すなわち、武器難航を拭い去るために用意された、礼拝堂付け牧師、フォスターのスポンジの絞り上げと題する論文を発表し、フォスターへの反論を行った。その中でフラットは、戦術のイタリア君主の花の話を述べ、このような遠隔作用が、現実に存在するのだから武器難航は、フォスターの言うような不自然なものではないと主張した。 さらにフラットは、ホスターが下界の息子で、下界からの支持が多い点を指摘し、ホスターが武器難攻を批判するのは、武器難攻が広がることで、自分たちの患者が少なくなることを恐れているからでは、ないかと指摘した。しかしこの論争において、フラット理論に対する支持者は少なかった。このフラットとホスターの論争に関して、ジェームス・ハートは、著書、臨床術で取り上げた上で、 フラットを批判した。そもそも武器軟膏の製法はその著者によってえだたりがあった。例えば、フラットの考え方によれば、武器軟膏の成分には血液が必須のはずだが、オスバルト・クロリウスの場合は、血液に関しては完全に無視されていた。そしてハートが何より問題な点としたのが、ホスターも触れた遠隔力の問題であった。 確かに磁力も離れた物体に力を及ぼしているかに見えるが、ハートは磁石からは何らかの物質が流れ出ていてその物質が他の物体と接触して力を与えていると考えた。そのため磁力は短い距離でしか働かない。よって磁力と武器難攻とは異なると論じた。また、ダーニエル・ゼンネルとも武器難攻に関する見解を発表し、この論争における ホスターの言葉遣いは乱暴すぎるとしながらも理論としてはやはり磁力と武器難攻は異なると考え武器難攻は黒魔術の雰囲気を持っているとしたこのようにホスターやハートなどのアリストテレス主義者は武器難攻を離れた物体の間に力は働かないという観点から批判したそしてそれは当時新しい学問であった機械論の論者も同じであった 機械論の考えでも物体が他の物体に力を及ぼすのは互いが接触している時に限られるのであって武器難攻はその考えに反していた。この機械論が広がるにつれ武器難攻の考えは時代遅れとなり消滅していった。武器難攻の理論は機械論が広がる以前の人々自然観や 物の捉え方の前提となる事柄などが現れている一つの資料として見ることができる。その後、アイザック・ニュートンは、二つの物体の間には引力が働くという万有引力の法則を発表した。しかしながらこれは、武器難航と同じような離れたもの,の間で働く力であったため、多くの機械論者は、武器難航と同じように、ニュートンの理論も否定した。 近代科学の誕生はニュートンがかつて否定された遠隔作用を理論に組み込むことによって形成されたとする主張もある。ありがとうございます。